イボークから乗り換えて、はじめまして。今回の車購入にあたり、たくさんのレビューを読ませていただきました。さまざまなお立場、ご経験からのご意見が大変参考になりました。ディスカバリースポーツをご検討の方々に少しでも役に立ってくれればと思い投稿いたします。エクステリア、あくまでも個人の感性による部分ですが、初対面では正直あまり良い印象は抱きませんでした。前者との違いばかりが目についてしまい、全体的にふっくらした印象に戸惑いました。しかし今は様々な場面に映え、存在感のあるその風貌に少しずつ心惹かれ始めております。インテリア、それまでの車歴に左右されると思いますが、私的には気に入っております。シンプルな水平垂直基調を採用し、車両の状況をドライバーに的確に伝えてくれます。一方プラスチック部分が多くチープとのご意見が目立ちますが、カビな内装の車よりは SUV として潔いと思います。海に行けば砂だらけ、山に行けば泥だらけになりますが、掃除が本当に楽です。まるで内装の汚れよりももっと大切なものがあることを教えてくれているようです。エンジン性能、この性格の車には十分かと思います。日常的に高速も走りますが、合流や追い越し時も軽快で流れをリードすることもできます。走り出しがもっさりしているとのご意見もありますが、急発進の危険がないことがかえって安全につながることもあります。乗り換えて以降、踏み込みによる急加速に思わずペダルを緩めてしまうことがなくなりました。走行性能、とても俊敏ですが少しマイルドな分、運転が楽で心地よささえ感じます。評論家の方のコメントにあった、ずっと運転していたいとはこのことかと思い出しながら運転を楽しんでおります。乗り心地、試乗でイボーク5ドア2016と乗り比べさせていただきました。両車の特徴がよくわかり、購入を決断する最大の理由となりました。私の前車および試乗の両車とも、オプションのアダプティブダイナミクスを装着しておりますが、ディスカバリースポーツのしなやかで重量感ある乗り心地がとても気に入りました。またスタジアムシートの後席はスライドとリクライニング機能も備わり、居住性が十分な上、子供でも外の景色を楽しめることも追記します。燃費、街乗りリッター7から8キロ、高速11から12キロです。価格、オプション込みの車両価格が700万円と高額ですが、長く愛用したいと思います。約4年の新車保証付帯も大きな判断材料でした。総評、最近のニュースで昨年度の総売上台数で僅差ではあるもののディスカバリースポーツがイボークを上回ったと報道されていました。車に求めるものは人それぞれ異なりますが、何より安全であることが重要だと思います。ディスカバリースポーツには現代に求められる安全装置のほとんどが装着されています。オシムラクは歩行者にも反応する自動ブレーキとアダプティブクルーズコントロールが設定されていないことです。今後ディーゼルエンジン搭載のより充実装備のモデルが登場することを期待しています。